皆さんこんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。今回はこちらの3冊、スマートとレタスクラブとサンキュー購入しましたので、付録順番に開封したいと思います。それではまずは久しぶりですね、スマートの付録を開封していきます。はい、開封いたしました。今月号の付録はポケットモンスタースカーレットバイオレット2つ折り財布となっております。はい、スマートの付録紹介するのかなりもう久しぶりなんですけれども、今回ポケモンのお財布ということでかなり注目アイテムになってます。では見ていきましょう。はい、こちらのお財布はご覧の通り手のひらサイズのコンパクトなお財布になっておりまして、表面は合皮レザー調素材が使われております。で、このシルバーの片押しのデザインなんですけど、ピカチュウとニャオハ、オゲータ、クワスがこうキラリと開くシルバーの片押しになっております。ピカチュウさんがこちらですよね。その他のキャラクター私分かってないんですけど、ポケモン GO はちょっとだけやったことありますが、なかなかキャラクター覚えられません。4種類のキャラクター裏面見ていくとこんな感じで、ね、総柄デザインとなっております。でこの触った感触、合皮の質感もですね、ちょっとしっとりとした感じの質感の良いものになっておりますので、まあ、付録といえどかなり高級感もある仕上がりになっているかと思います。でこのように触ってましても硬すぎずソフトな感じのレザー調素材になっています。でご覧の通りかなり薄い仕様になっておりますので、ポケットにもスッと入りますし、小さめのバッグにもさっと入れて持ち運べるのが便利なポイントです。で角の部分の仕上がりもですね、こうちょっと押さえてみますけれども、簡単にペタッとペタってなったりもせずに、まあ、丈夫さもしっかりしてるんじゃないかと思います。では収納なんですけれども、外側にこのジップ付きのポケットついてまして、ジップの引き手がこのピカチュウの尻尾型になっているチャームが付いているのが可愛いポイントになってます。でこのジップを開けますと、この範囲だけ開くことができまして、中の方はこんな感じに型待ち付きの、ここはコインですね、コインケースがついております。深さもしっかりしてますので、後でお金入れてきますけれども、たっぷり入りそうです。で中はこの鮮やかなピカチュウカラーですね、イエローになってまして、ここはポリエステル生地が使われております。そしてメインの部分はスナップボタン仕様でパチッと開きまして、内側もこの黄色が鮮やかですね。で収納を見ていくと、ここにお札ポケットがあります。特に仕切りとかついておりません。でここにカードポケットが3つ、はい、左右に3つずつあって6個あります。でここにもポケットがありますので、全部ですポケットは8つあります。はい、そしてこんな感じでガバッと開きまして、開閉も、はい、パチッとこんな感じで特に問題なさそうですね。それではまずお札から入れていきましょう。でお札を入れた時の余裕はこれくらいの幅の余裕があります。で深さに関しましてはもう十分、ありますので、たっぷりと入ります。チケットとかレシートとかまとめて入れられますね。でこの出し入れの操作感ですけれども、この縁の部分はどうしてもちょっと隙間が狭くなってますので、ちょっとこう入れる時に引っかかる感じはありますが、そんなにこう窮屈な感じではありませんので問題ないかと思います。でこの金具の裏側は出っ張ったりしてませんので、スーッと入っていく仕様になってます。続いてカードなんですけれども、縦にこう差し込むタイプになってまして、入れるとこんな感じです。それぞれ入りますね。でこの裏側の方は金具の出っ張りがありますけれども、特にこうぶつかったりとかも、はい、せずに入れられるかなと思います。でここのカードポケットにもこのようにスッとスライドさせて入りますので、まあ、よく使うカードはこっちで、あまり使わないのはここに入れておくという感じになってきます。カードポケット全部入れてみました。6枚入れるとこのようになります。それぞれのカードポケットこう指を入れてスライドさせて取り出せますので、1枚ずつ入れる分には使いづらさはないかなと思います。そしてこっち側の収納ポケットにはカード2枚入れました。でこっちにも今2枚入れてあるんですけど、全部で10枚入れた状態ですとこんな感じになってきます。続いて小銭入れていきます。こちらの引き手を引きまして、今15枚持ってきたんですけれども、15枚入れますと、はい、このように入ってくれます。待ちはこれくらいありますので、
開口部ジップはですね、ここまでだけ開きますので、こう開くともうちょっといい感じなんですけれども、ここら辺がですねちょっと狭い感じで、ここは広くなってますので、このように下の方に持ってきてこう取り出すような状態になってくるかと思います。はい、中の方から50円玉と100円玉と、あとは1円玉をこう選び出してという状態で、そんなに難しくないかなと思います。容量的にはもうちょっと20枚くらいは入るかなという容量になっております。でお札3枚、カード10枚、小銭を15枚入れた状態で、こんな状態になってきます。ちょっとこう膨らんだ印象はありますけれども、コンパクトに持ち歩くことできるかと思います。はい、ということで一通り紹介しましたけれども、最後に簡単にレジ前でシミュレーションをして終わりたいと思います。はい、まず小銭だけの場合はここにジップ付き外ポケットありますので、さっと開けてですね、例えば110円ですか、ジュースを買ったりとかできますよね。で、あとカード払いする場合はここパチッと開けまして、ここから使いやすい位置に入れておいて、こうカードをスライドさせて出せます。でプラスお札ですね、例えば1000円と、あとプラスもう一回小銭を出すとするならば、10円と、110円ですか、こんな感じで出して会計ができます。でお釣りとしてもらった場合は、まず小銭をチャランと入れまして、あとお札はこういう感じで、はい、スッと戻して、またパチッと閉じるということになってきます。はい、まあ、ちょっとだけ使った感じですけれども、サイズもコンパクトですし、まあ、手で扱いやすいです。そして、まあ、小銭がちょっとすぐ出せるのが便利なポイントになってきますね。カードもですね、ここすごく取り出しやすいし見やすいので、選び出すのも簡単に行えます。お札入れもこうガバッと開いてくれます。でカードを入れることによって、まあ、この面にちょっと硬さが出てきますので、こう開く時もですねやりやすくなってくるかなという印象です。はい、何も入ってない時はここペチャってなんかこうふにゃってなりがちだったんですけども、この開きがやりやすくなっております。でこのようにお札を出し入れもですね、はい、特に問題ないかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。ここまでスマートの付録ポケットモンスター2つ折り財布紹介してまいりました。ポケットモンスターの可愛い型押しデザインなんですけど、合皮素材も使われまして、高級感もしっかりとありますし、機能的にも充実したお財布になっておりました。はい、ポケモンファンはもちろんですけれども、ミニ財布探している方はぜひこちらチェックしてみてください。はい、それでは最後に来月号の予告をしておきたいと思います。来月号はアイテム付録はつかないですね、ですけれども、こちらの川村一馬さん、吉野北斗さん、陸さんですかの、初のスリボ表紙&取り下ろし大特集となっております。11月25日発売となっておりますので、楽しみに待ちましょう。お待たせしました。続きましてレタスクラブの付録紹介していきます。今回の付録なんですけれども、スヌーピーさんの2024年度のカレンダーがついております。さらに毎月恒例ですね、献立カレンダー11月分、こちらは平日5日4週分の献立が載っております。で全部30分以内に完成するという献立になっているということです。しかも1週間で5000円前後のということになっているようです。はい、中はこんな感じで買い物リストって書いてあったりとか、あとはレシピとかしっかりと載っていますね。カラーのページになっていて非常に見やすくなっております。はい、それプラス閉じ込み付録としまして、このキノコのスピードおかずっていうのこれついております。キノコの料理がたくさん載ってまして、10ページ分載っております。そして閉じ込み付録もう一つありまして、洗濯のシミ落とシートですか、シミ落とし一覧シートっていうのがこれですけどついているんですね。はい、このように洗濯シミ落としシートということで、このシミ落としの鉄則3つ書いてあったりとか、あと洗濯表示のこのチェックの仕方とかですね、裏面にはカラーでこの汚れの落とし方なんかを記載されております。テクニック書いてあります。はい、それではメインのこちらのカレンダー見ていきましょう。サイズ的にはこれ B5 サイズになっておりまして、ご覧の通り可愛いスヌーピーさんとウッドストックさんがいらっしゃいます。
でめくっていく、あ、でここに穴が開いてますね。これあると便利ですよね。でめくっていきますとこのようになっておりまして、開きますと B5 サイズが、はい、2つの大きさになっております。雑誌と比較しますとこれくらいのサイズ感です。1月からこのように、はい、吊るして使えますよね。雪だるまとスヌーピーさんです。でカレンダーは日曜始まりになってまして、このように下の方にちょっとねメモとか記載する欄もあります。で下の方に来月のカレンダーも載っていたりとか、ここにもイラストがついてますね。でめくっていきますと1月、2月はルマンドカラーですか、スヌーピーさん。そして、3月は何か笑ってますね、スヌーピーさん。で4月は、これは何ですか、何か収穫しておられますうさぎさんもいらっしゃいますね。で5月はこれキャンプでしょうかね、はい、キャンプに行っております。で6月は傘ですね、雨降ってますと立ちながら居眠りしてますけどね、かなりウイスキーが好きなんでこれかなり酔っ払ってますね。で7月はお家の上でのウッドストックさんと仲良くお話模様です。7月ですからね、これ日焼けします、美白大丈夫でしょうか。でカレンダーにはですね、レタスクラブの発売日なんかここに載っていたりとかしております。で8月行きましょう。8月これ何ですか、アイスクリームで怪しいお顔されておりますね。はい、8月も花火、まあ、つい2ヶ月前ですけれども今年も暑かったですよね。で9月は徐々に秋めいてきております。今年の9月は暑かったですけど来年はどうでしょうか。で10月、食いしん坊スヌーピーさん、食欲の秋という感じでしょうか。で11月、あ、どうなっちゃったんですかこれは。はい、もう冬間近という感じですね。枯葉に埋もれているスヌーピーさん。はい、で、あ、でここに犯人がいました。このような感じで枯葉上から落とされているようです。で12月、メリークリスマス、チャーリーブラウンさんとクリスマスツリーを飾っております。で12月行った後に最後にメモ欄がありまして、でこのシール付きになっているということですね。でここにもメモの欄がありまして、この特製シールはやっぱり嬉しいですよね。はい、このようなカレンダーになっております。はい、ということで簡単ですけどレタスクラブの付録の紹介でした。では来月号の予告もしておきましょう。はい、レタスクラブの来月号の付録は出ました。スヌーピーさんデカエコバッグが付録としてついてきます。去年もですねこのでかいのついてましたよね。ほぼ完売したデカサイズということで今年も出てきます。ポイントとしましては厚手のポリエステル素材で耐荷重は 8kg もあるということですね。3、4人の家族の3、4日分の食料品が入るビッグサイズとなっております。色も今回汚れが目立ちにくい色になっておりますよね。まあ、グレー色なので、まあ、使いやすいカラーなのかなと思います。でこの持ち手の部分も太めの幅広のものになってますので、はい、痛くなりにくいのかなと思いますよ。で収納するときにこのゴムでこう畳んで丸く収めておけるこういうゴムバンドもついております。はい、こちらのエコバッグプラスこの献立カレンダーですね、毎月恒例の、そして閉じ込み付録として白菜ブックというのもついてきます。来月号の発売日は11月25日レタスクラブ楽しみに待ちましょう。続きましてサンキューの付録を見ていきたいと思います。今月号の付録はこちらなんですけど、別冊付録としまして2つついております。はい、でまず1つはこのカレンダーですね、雑貨&インテリアカレンダー2024というのがついておりまして、先ほどのスヌーピーさんもそうでしたけどここに穴が開いてますのでこれ便利でいいですね。でサイズとしましては、でサイズはこの雑誌とほぼ同じサイズで A4 サイズになっております。スヌーピーさんと比較するとこれくらいの差になってます。でこのようにインテリアとか雑貨の画像が載っているカレンダーになっておりまして、めくっていきますと、あ、12月から始まるんですね。はい、で開くと結構やっぱり大きなカレンダーになってまして、メモスペースもしっかりとありますので、日曜始まりの、はい、かなりこれカレンダーとしては優秀ではないんでしょうか。はい、このようなデザインで1月見るとこんな感じでどんどんめくっていきます。でサンキューの発売日もさっきのレタスクラブもそうでしたけどここに載っているということです。はい、こんな感じで
はい、インテリア、はい、皆さんお部屋きれいにお片付けされてますでしょうか。インテリアもですね、おしゃれなものを置くとやっぱりお部屋も、ガラッと雰囲気が変わったりしますからね。こういった雑貨とか気分転換にもいいのかなと思います。でこちらが6月になってまして、7月は、外の雰囲気も出てますね。で8月、9月、10月来まして11月、12月、までのカレンダーになっております。で最後はこんな状態になってます。先ほどのスヌーピーさんと比較しますと、このカレンダーの大きさ自体はスヌーピーさんちょっと小さいんですけど、文字に関しましてはスヌーピーさんのカレンダーの方が太字で大きな文字になってますので、見やすさで言えばこっちの方が見やすいような気がいたします。プラス来月のカレンダーも載ってたりしますからね。こっちは載っておりません。はい、そのようなカレンダーが、まず別冊付録1つ目になってます。そして別冊付録2冊目としまして、50人の家とお金、かなり厚手の、何ページあるんでしょう、98ページまである、しっかりとした本になっておりまして、これは何でしょうね、こう片付く家とかいろいろお家のこととか、あと途中からこれお金のお話になってきたりするんですよね。はい、でここに書いてありましたね、すっきり片付く25人の家と豊かに貯めている25人の家計ということで、収納術とか家計術みたいな工夫しているところなどがいろいろ載っているので、これかなり参考になるんじゃないかなと思います。はい、まあ、ちょっといいところをいろいろ取り入れてですね、日々の生活に生かしていけたらいいんじゃないかなという、まあ、そんなたっぷりと載っている別冊付録になってます。そして閉じ込み付録としまして、ここですね、新NISA、皆さん NISA やってますでしょうか。来年から始まりますね、新NISA。はい、でこちらの、丸分かりブックというのが出ておりますので、これから始めたいなという方は、こちらチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、サンキューっていう雑誌、ほんとこうね、料理もたくさん載ってるんですけど、家計とかお金に関しても勉強になる内容がたっぷり載っております。でプラスですね、閉じ込み付録まだあります。今度はこちら、夕ご飯どうする、洋食おかず家族に受けるってありますけど、こういった料理のレシピがまだまだたっぷり載っております。はい、あ、そしてもう一つありました、切り取り付録というのがありまして、こちら鏡隆二さんの星占いですか、これが載っております。でここで切り取ることができまして、こういう星座ごとに、はい、星占いが載っております。はい、こういったページもあります。はい、ということで3級の付録でした。では最後に来月号の予告もしておきましょう。来月号の付録、こちらで別冊付録2つついています。マンボ書き込み式週間カレンダーというのがついています。これですね、 B5 サイズのものです。でミニ版ですと BA5 サイズですか、こちらがついているということになります。はい、まあ、トゥードゥーリストとかスケジュール帳とか献立ノートとか、まあ、そういったものが書き込めるという週間カレンダーになってます。そして別冊付録2番目としまして、365日使える献立ブック100ページの、まあ、今回のこういった別冊付録がこれがついてきております。閉じ込め付録として、山本ゆりさんのクリスマス&正月の肉ごちそうっていうのと、あとは遠藤幸子さん、疲れた日でも作れる15分おかずっていう閉じ込め付録もついております。来月号は11月25日発売となっております。はい、いかがだったでしょうか。今回は雑誌3冊の付録紹介してまいりました。はい、アイテム付録としましては、こちらのミニ財布ですね。そしてカレンダーもどんどんこれから出てきますね。今回スヌーピーさんとこのインテリアカレンダーありましたけれども、はい、まあ、いくつかお部屋とかですね、置く場所がある方は付録で手に入れてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画は以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画参考になったと思ってもらいましたら、グッドボタンお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。